にちは。こんにちは。ね、性別発表したいそうなので。ねえね、性別じゃない。え？名前。あ、名前か。そうだ、性別は言ったんだっけ？言った言った。いや、そして生まれてるから。あ、そっか。じゃあ、名前を発表してください。カナトです。あ、そう、漢字は漢字。漢字は口に十二で叶えるでかなで飛ぶっていう字でとです。飛ぶってそう。あ、飛ぶってあれ、あの羽ばたく。右側が羽のやつね。ここら辺に出しといて、ドンって。かなとです。名前の意味は？意味、まず響きがいいのと、まあ、どんどん羽ばたいてって。夢を叶えてほしいなということで、カナトです。おい。やば。おい。いや、なんか他にも候補を出してほしいっていうのも言ったし、私もゆずととかね、なんかいろいろ言ったんだけど、全然譲ってくれなくって、いやカナトでしょって。もうダメみたいな。最初にパッて打ってきたのが彼女だって即決でした。え、どうですか子育て、今生後2ヶ月か2ヶ月ちょっと半ぐらい。俺は大丈夫だけど何が大変でしょう。そうやって振るんだ。大変は大変だよね。でもやっぱ目が離せないっていう面でね、上の子が結構大変だったから、夜泣きとか、そう、夜泣きが生まれるまでだから2歳3ヶ月ぐらいまで夜泣きあったじゃん。逆に最近一人育ててる時より寝れてる感じはある。今俺と 寝れるようになったし、ね、そう、上の子がね。アイくんはちなみにアイトだから、ね、うんうん、アイとカナトでしょ、はい、でもし3人目子供男の子だったらと、いやもうとでいいのないっしょ。あ、もう子供いらないじゃないんだ。もしさ、あれなら女の子がいいよね。次は考えないで。とりあえずね、もう今のところいいかなって。疲労がすごいですね。ね。あとさ、重いじゃん二人とも。重いから。生後2ヶ月で、1ヶ月で5キロいったんだっけ？5キロいった。1ヶ月で5キロってやばいよ。アイくんよりさ、カナくんの方がさ、顔似てない？コウタくんに。らしい。ね、コウタくんのお母さんとかが、やっぱりちっちゃい時のコウタくんにめちゃくちゃ似てる。かわいそうに。これが日常です。え、いい。くんの機嫌が悪くなったらさよなら。